こんばんは、皆さん。お元気ですか？今夜は手紙を読みます。聞いてくださいね。代書、私の最愛の音ですと。私たちは2年間一緒に行って、一緒に練習し、一緒に練習し、一緒にピクニックをしました。ねえ、感じませんか？時間が過ぎるのが早すぎるよね。当初は学校のダイヤだったが、現在は学校の公式ペンドとなっている。ずっと一緒にいられて気持ちいいですし、性格も反対なんですけど、考えてみればそれもまたユニークですよね。出席事件は覚えていますか？思い出してみると面白いですよね。大人になった今、追いかける必要はもうありません。でも正直、みんなと一緒に遊ぶのは楽しいです。一緒に遊ぶ時間を増やしたいと思っています。気分はどうですか？これからみんな卒業していきますか？年を重ねていきます。多分これが最後の回だと思います。また会えるかどうかは分かりません。でも少なくとも私はありがとうと言いたいです。素晴らしいベンドメイトでいてくれてありがとうね。協力してくれてありがとうね。おめでとう、ありがとう。一緒にいたいことにありがとうございました。すべてにありがとう。日々学会意図的または意図的できない間違いがあった場合は申し訳ありません。この2年間、私はこれらのユニークな思い出を決して忘れません。約束。私はあなたに感謝しています。この度恥ずかしくて言えません。あなたもそうだと思いますよね。知ってるよ。今後ともよろしくお願いいたします。彼の後継者が誰だろうと、私たちは純粋なメンバーであることを忘れないでくださいね。直接言いなくて